県運は、日本海軍の駆逐艦。一等駆逐艦、遊雲型の二番艦である。艦名は式並型駆逐艦、県運に続いて二代目。駆逐艦、県運は1939年度歌唱台117号艦として、藤永伝造船所で建造された。1940年12月23日寄港。1941年8月5日。 平島型不設定宝庫、高島等と共に命名される。県運も同日府で一等遊雲も型に登録された。同年11月5日浸水。12月20日、県運偽装委員長として藤田勇中佐が着任する。23日、藤永伝造選書に偽装委員事務所を設置した。1942年3月14日に、竣工した。 同日府で偽装院員事務所を撤去。横須賀鎮守府席。藤田偽装院員長も本館駆逐艦長となった。横須賀鎮守府警備駆逐艦となった本館は横須賀へ移動した。1942年3月14日、本館は夕雲型一番館、夕雲とともに第10駆逐隊を編成。3月19日、横須賀軍港に北方より軽順2隻が到着。 同日、横須賀陳府司令長官平田小中将は、県運を視察する。3月28日、浦賀選挙で建造されていた遊雲型3番艦、風雲が竣工、同日府で第10駆逐隊に編入された。風雲艦長、吉田正義中佐が、第10駆逐隊司令の職務を代行する。4月上旬、遊雲型3隻は、横須賀で待機する。 4月13日、着任した安倍敏夫司令は司令駆逐艦を、不運に指定。4月15日、第5航空船隊所属だった一等化下郎型19番艦、周運が第10駆逐艦隊に編入され、同駆逐艦隊は、定数4隻となった。周運編入直前の4月10日、船体改編により、第1航空艦隊の名前に任ずる部隊として、 第10戦隊が編成され、第10駆逐隊も第10戦隊に編入された。これまでの第1水雷戦隊に代わって、南雲機動部隊の名声につく第10戦隊は、機関ながらいか、第10駆逐隊、第1小隊、風雲、遊雲、第2小隊、剣雲、周雲、第17駆逐隊、第1小隊、谷風、裏風、第2小隊、浜風、 イソフー、第七駆逐隊、第一小隊、塩サザナミ、第二小隊、明ケが所属していた。だが、第七駆逐隊は、機動部隊から外されており、実際の機動部隊警戒隊は、長雷下第十駆逐隊四隻、第十七駆逐隊四隻、第四水雷戦隊、第四駆逐隊という編成である。4月14日、10×2 隻に、 軍人直輸の伝達式が行われる。4月18日、米軍機動部隊は日本本土空襲を観光。横須賀海軍交渉で空母に改造中の潜水母艦、大鯨が若干の損傷を受けた。第二艦隊司令長官近藤信武中将は、東日本在博の艦艇を中心に、前身部隊本隊を編成。その他の部隊、艦を指揮して、 日本本土を出撃した。その後、快敵することなく作戦中止となり、各艦、各隊は母校に帰討した。途中、2隻はソ連戦調査のため前進部隊から分派され、他艦に遅れて横須賀に戻った。4月30日、10×2 隻は横須賀を出発、同日には水上規模艦、秋津島が横須賀に到着した。 第10戦隊は1942年6月5日のミッドウェイ海戦がウイとなった。アメリカ軍機動部隊艦載機の攻撃により、空母3隻が、被弾炎上、赤城第4駆逐隊、第1小隊、香川第4駆逐隊、第2小隊、総流を第17駆逐隊、第2小隊が護衛し、各艦乗組員の救助を行った。遊具も、県運は、 総流の上院救助を行った後、最後まで戦闘を続けていた空母飛流の救援に向かった。飛流の乗組員は、健雲、風雲に異常した。健雲は、魚雷一本を発射して、飛流を雷撃処分した。健雲一家残存艦隊は、飛流の沈没を確認しないまま正方に退避した。6日になり空母放射偵察機が漂流する飛流を発見。 そのため飛竜を確実に処分すべく、第17駆逐隊谷風が派遣される。谷風はアメリカ軍機動部隊艦載機の襲撃を受けつつも、生還した。開戦後、第1駆逐隊は6月13日に、クレに帰島した。7月14日、臨時編成の第1航空艦隊が解散して、第3艦隊が編成され、長雲中将が司令官となった。 第10戦隊から第7駆逐隊が外れ、第4駆逐隊を呼び、第16駆逐隊が編入される。第10戦隊は、平準長らいか第4駆逐隊、第10駆逐隊、第16駆逐隊、第17駆逐隊という戦力を揃えた。8月7日、ガダルカナル島とフロリダ諸島に、アメリカ軍が上陸して、ガダルカナル島の戦いが始まった。8月16日、 第三艦隊は、柱島白地を出撃して、トラック諸島に向かうが、アメリカ機動部隊が出現したことにより、ソロモン諸島東方海域に急行した。8月24日の第二次ソロモン海戦でも、空母の名追いを務めた。9月29日、周運とともに、第三水雷戦隊の指揮下に入り、ショートランドへ進出して、すぐに、ガダルカナル島へのネズミ輸送に参加する。 10月3日と6日の輸送では、タサファロングに10月9日には、カミンボにそれぞれマイズル第4特別陸戦隊や第2師団の兵員や軍需物資を陸上げした。10月26日の南太平洋海戦では、前衛部隊に配された。日米両機動部隊の激闘の末、アメリカの空母ホーネットは、爆弾5発と魚雷3本が命中して大破し、損害は甚大で、 復旧不能と判断したアメリカ軍は、ホーネットの栄光断念、路角を避けるべく、ホーネットの処分を試み、駆逐艦マスティン及びアンダーソンに処分を委ねた。マスティンとアンダーソンは、魚雷9本と400発に及ぶ5インチ砲の砲撃を行ったが、ホーネットは沈まなかった。走行しているうちに、前衛部隊が迫ってきたので米駆逐艦2隻は、期待していった。事情許さば、 他方栄光された死という宇垣きまとい少将、連合艦隊参謀長の命令を受けて2隻は前衛部隊から分離した。火が暮れようとする海原を前進すると、彼方から遠雷のような砲声を聞いた。これは、先に米区逐艦2隻が、ホーネットに砲弾と魚雷を撃ち込んでいた音だったと考えられた。やがて前方の水平線上が赤みを帯びているのが見えた。 接近してみると炎上して漂流中のホーネットだった。ホーネットは、至るところから火を吹き、艦首からは栄光されていたことを物語るロープが、数本垂れ下がっていた。周運が12.7センチ砲弾24発を、水戦下に命中させたものの微動だにせず、魚雷での処分に切り替えられた。二隻は、各魚雷2本発射し、4本のうち3本が命中。 県運官長によれば、最初の一本は館主に命中して傾斜が復元し、二本目を反対弦に発射し、三本目で沈没。これの駆逐艦魚雷を三本も、立ち込みんでやつと沈めたのに派、情けなき原理なりしと回想している。一方、周運では、ホーネットの断末間を記録して訓令部に提出すべく、絵の上手な信号員に炎上中のホーネットを描くよう命じた。 周運駆逐艦長相馬昌平少佐は、スケッチの助けにしてやろうと、ホーネットに向けて何度もサーチライトを照射したが、県運側は、周運側の突然のサーチライト照射の死にをつかめず、どうせ視野の発行信号を送った。やがてホーネットの火災は、完全体に広がった。ホーネットは10月27日午前1時35分、サンタクルーズ諸島沖に沈んでいった。 前述のように、日本側は、連合艦隊司令部からの命令に従って、ホーネットの打歩栄行を行おうとしたが、最終的に断念している。また、衆雲信王院がスケッチしたホーネットの最後の姿も残されている。10月30日、トラックに帰島。この時、衆雲の推進機に異常が発生したため内地帰島となり、衆雲から魚雷と弾薬を譲り受けた。 周運は南太平洋海戦で損傷した損傷艦東を護衛して内地へ帰島した。第10駆逐隊は外南洋部隊支援隊に編入されていたが駆逐艦輸送作戦に際して増援部隊に編入される。県運は11月7日7時30分にショートランド白地に到着増援部隊に編入された。11月10日く時、第10駆逐隊司令。 安倍敏夫大佐指揮下の駆逐艦5隻は、第38師団師団長を含む、陸兵600名、物資、第11戦隊弾着艦即位を搭載して、ショートランドを出撃。空襲を受けたが被害なく、揚陸地点で、アメリカ軍如来艇4隻と交戦しこれを撃退、揚陸に成功し傷病者585名を、収容して11日午前中に帰島した。 11月12日以降、ガダルカナル島のヘンダーソン飛行場基地に対する砲撃と日本軍輸送船団をめぐり、日米双方は主力艦隊を投入して大規模海戦に発展していった。外南洋部隊支援隊に所属し、第7戦隊及び護衛部隊として11月13日から14日にかけてヘンダーソン飛行場砲撃に参加。砲撃終了後、 第8艦隊主体と合流して、ショートランド白地駅島中、ニュージョージア諸島南方で、米空母エンタープライズの艦載機とヘンダーソン基地から、飛来した艦爆の空襲を受け、この空襲で従順、キヌガーサが沈没した。2隻は、キヌガサの陸民の救助に従事した。第3次ソロモン海戦に勝利した、連合軍は、パプアニューギニアのブナに上陸作戦を完工した。 11月17日、外南洋部隊指揮官直卒部隊はラバウルに到着する。第8艦隊司令部は陸上に移り、他の巡洋艦や駆逐艦はニューギニア方面の作戦に従事することになった。11月17日夜、輸送部隊は駆逐艦5隻で出撃し、バサブアへ約1000名を揚陸させた。続く輸送作戦で駆逐艦、 開封が大破したため、駆逐艦4隻が、外南洋部隊に編入され、22日に、ラバウルへ到着する。連合軍の反撃を受けて、連合艦隊は、ガダルカナル島よりもニューギニア方面を重視する姿勢を、取った。11月22日、輸送隊の駆逐艦4隻は、陸兵800名のバサブア輸送を実施、同日、外南洋部隊指揮官三河中将は、 新たな兵力部署を発令する。東部ニューギーニア方面護衛隊は、第18戦隊司令官、松山幸二少将の指揮下に入った。11月28日、第1駆逐隊司令指揮下の駆逐艦4隻による、陸兵輸送作戦を実施するが、29日ピルマに B-17 の空襲を受ける。白炉が、大破、剣運も資金弾で損傷、輸送作戦は中止された。 本艦は修理を実施しつつ、12月までブナ地区への兵員揚陸を行った。12月16日からは、上枠攻略作戦に参加した。1943年1月18日、第10区隊司令は、安倍敏夫大佐から吉村新部大佐に交代。1月23日、駆逐艦戸籍は南東方面部隊に編入され、そのまま外南洋部隊に所属した。 今回は、ガダルカナル島からの撤退作戦である、化合作戦に参加する。1月31日、第1次作戦に参加する日本軍駆逐艦隊は、ショートランドを出撃。途中で空襲に遭遇し、巻並、鉄襲部隊機関が損傷して、ふずの栄光により退避。第3水雷戦隊司令官、橋本慎太郎少将は機関を、白雪に変更した。 この空襲により、東京急行の接近を知ったアメリカ軍は、駆逐軍及び機雷不設部隊、魚雷帝軍の三段構えで、東京急行を待ち構えようとした。このうち、駆逐軍は、日本機の空襲に、阻止されて動けなかった。残る二隊のうち、機雷不設部隊は2月1日有国に、エスペランス岬付近に機雷を、合計255個付設していった。 その約3時間後、エスペランス岬沖に接近しつつあったその時、本館は艦尾に食らいして、航行不能となった。夕雲が接近して横付け栄光砲で仮眠房沖まで北上したが、船体に歪みが生じてきた上に浸水がひどくなって栄光困難となる。栄光策も切断。吉村新武司令の許可を得て、藤田伊佐裁下全上院は夕雲に以上。 その後、魚雷一本を発射して、剣運を、雷撃処分した。剣運は3月1日府で、第10駆逐隊、帝国駆逐艦隻遊具モ型駆逐艦のそれぞれから除籍された。藤田伊中佐、1941年12月20日から1942年3月14日、藤田伊中佐、 1942年3月14日から1943年2月20日。ありがとうございます。